皆さんこんにちは。今回もバイオレットの世界を、デリバード一匹で旅していきますよ。前回はグルーシャさんを、しばいたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。というわけで一旦、ビワネーに挑んでみますかね。チャレンジしてみて状況を見ないと、どこから行くのが適切なのかというのが、見えてきませんからね。今の自分の立ち位置を把握するというのも、大事なことなのですよ。相手の初手はドクロップ、レベル55ですか。レベル差的には、ほぼほぼトントンみたいな感じですね。この戦いでノーマルテラスタルを切ってしまうと、逆に抜群を突かれてしまうということで、基本的にはテラスタルをせずに戦っていくことになると思います。ドクロップの毒づき程度で約半分、毒が絡むと普通にやられる感じのダメージ感ですか。だいぶ怪しいだろこれ。しょぼすぎるっぴ。最近はノーマルテラスタルの強化力を見慣れていたので、タイプ不一致威力40のしょぼさを見てしまうと、急に厳しさが際立ってしまいますね。優しい。格の違いを見せつけてきた相手を称えるこの優しさ、見習うべきところがありますね。毒ロップの毒好きで乱数2発、毒が絡んだら即敗北という状況では、まだ早いと言わざるを得ないですね。ひとまず状況はわかりました。というわけでお次は、四天王の様子を見に行きましょうかね。逆に四天王の方が余裕で勝てる説がありますからね。四天王は基本的に、テラスタルを切っても抜群をついてこられることはないと思うので、意外と勝てるんじゃないかという疑惑があります。というわけで四天王一人目、チリちゃんです。チリちゃんは地面タイプを使ってくる、四天王ですね。ここくらいはサクッと、勝ち切りたい相手です。私が世界で初めて、チリちゃんに容赦されない人間になるかもしれないですね。ぐへへのへ。幸先いいぞこれ。勝って。さすがに威力60だったんだとは思いますが、確定2発を取れてないのかよ。とはいえ、生ズンからの濁流は確定3発ということで、かろうじて殴り合うことはでき優しい。自分からは一気に攻めず、相手には殴らせるこの優しさ、見習うべきところがありますね。正直な感想を言ってしまうと、これは多分、四天王に勝ち切るどころか、現状ではチリちゃんに勝つのも厳しい気優しい。自分が与えたダメージを全て帳消しにするこの優しさ、これを世界中の人間が持ち合わせていれば、争いはなくなることでしょう。くたばれ。チリちゃんがどうこうという以前に、うちの非常食の方に問題があったわ。サイヤサちゃん、無駄に延命してしまう。正直ここで回復薬を使っても完全に芝くぞ。社会科見学でもしに来とるんかこの焼き鳥クソバードは。確か一度はまともに動いたはずなんですが、終わってみればチリちゃんに1ダメージも与えられないまま、完全敗北ですね。さて、四天王もスター団も完全に踏ん詰まりを起こしており、行けるところといえば主ポケモンくらいなもんだということで、ヘイラッシャーを芝居ていきますか。レベルも65まで引き上げてみました。これでヘイラッシャーとも、やり合えるようになったはず。ここまで順調にこれていたんですが、さすがにここからは一気に、サイヤサちゃんのレベルが上がっていきそうですね。というわけでテラスタルを切って、攻めていきましょう。なんだかんだで当倍で通るわけですし、どうにかなるでしょう。強い。あのヘイラッシャー相手に、ここまで削ってくれるとは、威力いくつだったのかはわかりませんが、このダメージ感であれば、押し切れるに違いないですね。神かな？先ほどの生ズン戦の低空飛行はどこへやら、完全なる横綱相撲で、ヘイラッシャ第一形態に勝つことができました。常にこういう動きをしてくれれば、チリちゃんくらいは勝てそうなもんなんだけどなぁ。というわけでヘイラッシャ、第二形態ですね。今回のペパーくんの手持ちは、欲張りすですね。弱点をついていけるわけではないですが、欲張りすご自慢の耐久力をもってすれば、しばらく生きながら得てくれるんじゃないでしょうか。
からこの赤い鳥は、何をパタパタしとるんや。変に水に浸かっちゃってるせいで、いつも見ないような動きをしてやがるわ。プレゼントが当たらなかったという日常茶飯事よりも、サイヤサちゃんが一生手をパタパタさせているという異常事態に、意識が集中しちゃうわ。戦闘に集中できなくなっちゃうから、プレゼント以外の変な行動は、やめていただきたい。お、大丈夫か大丈夫か。第一形態の異性の良さはどこに行ったんや。完全にお荷物枠になっちゃってるぞこれ。一般的に尻尾を振るは、外れ技認定をしてもいいと思いますが、今回の旅においては、非常にありがたい行動と言っていいでしょう。相手はカチカチの兵ラッシャですし、耐久力ダウンは、非素晴らしいぞ。欲張りスの尻尾を振るに便乗して、一番美味しいタイミングで、超火力を出してくれましたね。こういうのでいいんだよ。欲張りス選手、いい火力を出してくれるのは悪くはないんですが、反動ダメージを受ける技を打ってしまうのは、ぜひともやめていただきたい。はい。完全に欲張りス一人でいいんじゃないか疑惑がありますが、無事兵ラッシャ突破ですね。というわけで第3形態、シャリタツですね。先ほどは不甲斐ない結果に終わっていたので、ここらで一発サイヤサちゃんには、かっこいいところを見せてもらいたい。サイヤサちゃんさ、股間しか水に浸かってないですし、手をパタパタさせて水をかいてるわけでもないのはどういうことやねん。何一つ理解できんぞこの状況。やはり主ポケモンということだけあって、ダメージ感的にはこんなもんですか。まあ、兵ラッシャより耐久力があるというのはないはずなので、どうにかなるでしょう。欲張りス選手も、頼りになりますしね。お、それは助かるわ。欲張りスに挑発をされていたら、尻尾振るを封じられていましたが、サイヤサちゃんが挑発される分には、何も問題はありません。相手から撃たれてヤバい補助技は、イチャモンくらいなもんですわ。これは格下見下し神バードですわ。一瞬でシャリタツを始末してくれました。やっぱりサイヤサちゃんがナンバーワン。これで主ポケモンに関しては、すべて処理することができましたね。よかったよかった。やはりこの状況はよくわからんわ。飛ぶなら飛ぶで水面から出ていればいいものを、半身浴しつつ袋から水も入りまくりで、理解が追いつかん。それはさておき、主ポケモンを始末したまではいいものの、ペパー君に勝ちきれるのかというのが、非常に不安ですね。通常プレイしていた時もペパー君には苦しめられたので、どうなるかという感じです。さて、挑む前から不安を口にしていても始まらんということで、試しにペパー君に、挑んでみましょうかね。意外とすんなりいけるかもしれませんからね。意外といける理論を信じろ。というわけで、このゲーム内最強格と私の中で話題になっている、ペパー戦です。基本的に殴り合うことは可能だと思っているんですが、ジョジオンだけどうするかという感じですね。塩漬けという固定ダメージを与えてくる技は覚えていないみたいですが、ストーンエッジとボディープレスとかいう、サイヤサちゃん徹底メタの構成をしているので、どう攻略するかという感じですね。いい火力してるじゃない。威力120が出た感じでしょうか。ワンパンできなかったとはいえ、あれだけ削ってくれれば、十分だと思います。優しい。先ほどまで共闘した相手を気遣うこの優しさ、見習うべきところがありますね。まあ、回復一発程度であれば、まだダメージプレゼントを引いてこれれば、落としきれる範囲内でしょう。お、サイヤサちゃんご自慢のエンストか？でもまあ、
確定3発のダメージ感ということで、落ち着いていきましょう。急所さえ絡まなければ、どうにかなりそうですしね。一気に調子悪くなりすぎだろ。最初の 99% 削りは何だったんだよマジで。一撃土管からの踏ん詰まりパターンよりは、毎ターン堅実に削ってくれや。さすがはサイヤサちゃんや、飼い主へのストレスの与え方をわきまえとるわ。よく世間では、適度なストレスが仕事効率を高めるみたいな風潮がありますが、適度なストレスが欲しい人はぜひとも、デリバード一式プレゼント縛りをしてもらいたいですね。この縛りこそが、適度なストレスを与えることでしょう。オケオケ。3連クソ外しに切れ散らかして、やけクソプレゼントをしたんですが、功を奏しましたね。とにもかくにも、欲張りストッパです。うへぇ、巨児音は、2体目に出してきますか。もうちょい泳がせて欲しかった。ひとまず回復をして、ボディープレスのダメージ感を見ておきましょう。いかんでしょ。不一致等倍の地震でこんなダメージを受けてたら、ボディープレスなんか受けきれませんわ。格が違いすぎる。宿り火のダメージか何か？これは多分、突破は相当後でしょうね。プレゼントのダメージがそこそこ通るのであれば、ゴリ押しでどうにかと思っていたんですが、とてもゴリ押しが通じるダメージ感じゃなかったわ。そら対戦でも VV 言わせられるレベルのガチポケモンなんだから、こういう結果にもなりますわな。こうして見ていると、テラスタルを切らずに土下座祈りをして、ストーンエッジを5回連続で避けるというのが、一番勝率が高いような気がしますね。夏季補正なしで成立しうるのかというのは甚だ疑問ですが、ここは対策を練らないと、話にならない気がします。さて、ダイジェストで今回のパートを終えるのも味わい深いですが、さすがにもう少し進んでおきたいということで、チリちゃんとの戦い、本番行ってみましょうかね。正直ビワネイもペパーくんも現状では積んでいるので、四天王ルートが行けるという風に、信じるしかありません。ガチで今一番行けそうなのが、スターダンラストの、ボタンちゃんですからね。そこと戦わせていただきたい。校長のクラベルもまだいけそうな気はしますが、ボタンちゃんの方が、勝ちやすいと思っています。ふう、まずはナマズン、突破ですね。75レベルもあるんだから、ここくらいは突破してもらわんと困りますわな。初めて挑んだ時はレベル60だった気がするんだけどなぁ、おかしいなぁ。ガチでここまで順調だったのに、レベルのインフレが凄まじいわ。レベルがインフレしているにもかかわらず、全く先に進める気配すらないというのが恐ろしいわ。もうそろサイヤサちゃんを複数体合成させて、レベル上限を150にさせろという日が訪れそうですわ。というわけで、前座2体は警戒に吹き飛ばしたところで、ドンファンがやってきましたね。ここがチリちゃんとの戦いで、一番の鬼門となっています。裏を返せば、ここさえ突破できればもはや勝ったも同然という感じです。よすよす。レベル75という狂気を相手に見せつけることでドンファンを威圧し、無事確定3発のダメージ感に抑えることができました。このくらいがチリちゃんに勝てる、適正レベルという感じでしょうね。完璧だー。レベルの暴力によってサイヤサちゃんの格を上げ、格下の相手を増やすことによって、順調にこれていますね。さすがは格上には滅法弱く格下には滅法強い、サイヤサちゃんですわ。4体目は、ダグトリオですね。ダグトリオは耐久力が非常に乏しいということで、プレゼントを当てることさえできれば、落としきれるでしょう。いいっすねー。ここまでは最短ルートで、攻略することができてますね。この調子でラス1の銅も、始末したいところ。チリちゃんはおもろいかもしれないが、私はだんだん切羽詰まってきて、余裕がなくなってきとるぞ。もはや現状、チリちゃんにしか勝つ見込みがないわけだからな。というわけでラスト1匹、銅ですね。特殊耐久が化け物のポケモンではありますが、HP の種族値がめちゃくちゃ高いせいで、物理耐久も波以上はあるポケモンです。とはいえ、ここまでは好調の波が来ているわけですし何やってだあいつ。テラスタル地面になったせいで、毒タイプ特有の効果である毒々必中の効果がなくなり、
毒毒を外してくれるとは。さすがはチリちゃん、忖度がお上手な子って。気分A は、我々は強くなりすぎてしまったのかもしれんな。というわけで勝ちパートは最速で、チリちゃんに勝てましたね。これだけの戦力差があるのであればポピーちゃんも余裕のよっちゃんに違いないな、がっはっは。というわけで、このいい波の状態で戦いたいということで、ポピーちゃんも芝居ていきますか。ポピーちゃんは鋼タイプ使いということで、こちらからの攻撃は半減されてしまいますが、テラスタルを切ることによって、相手からのダメージも等倍にできるということで、意外と試合が成立するんじゃないかと思っています。こいついつも意外にいけると思ってんな。というわけで、ポピー戦です。世間一般的にはどうなのかはわかりませんが、個人的にはこのポピーが、四天王最強なんじゃないかと思っています。鋼タイプはやはり、優秀なタイプですしね。相手の初手は、大王道ですね。一王ドンファンのタイプ1自身も確定3発になっているわけですし、どうにかなるでしょう。おい。どうすんだこれマジで。がっつり確定2発、生半可なレベル上げではどうもならんレベルの火力を叩き出されてるんですが、非常によろしくないわ。まだ四天王を突破できる適正レベルじゃないんかよ。ナメプをしてきてくれるんじゃないかという淡い期待を持っていたんですが、幼女が忖度などという大人の事情を理解できてるはずがないわね。ガチで積みかけ取るかもしれんわこれ。ひとまずあと25レベル分は伸びしろがあるので、くじけず頑張ることにしますかね。こだわりハチマキなりチーラのみなりリュガのみなりがあれば、割とどうにかなりそうなもんなんですが、どのアイテムも入手できるのは、一通りクリアした後なんですよね。完全にデリバード一匹プレゼント縛りを対策しているゲーム構成ですわ。というわけで積んだということで、今回はここまでにしておきましょうかね。次回会うときは、90レベルかもしれませんね。1割冗談です。というわけで、ご視聴ありがとうございました。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。